はいどうも、ニーブラザーズのマシャン改め、ユビーズ関西支部のマシャンでございます。最近ニーブラザーズの方がなかなか動画も上げれないということでね、ちょっとフジャン君がちょっと活動の拠点を変えてしまったということで、ユビーズっていう活動を始めたんですけれども、なんていうんですかね、この不仲説みたいなのも、出ているらしくて、今回はそういうのを払拭するため、かつ指人形を布教するために、こういう関西支部ではね、どちらかというとこういったちょっと珍しいタイプの指人形を紹介していければなと思っているんですけれども、早速今回のね、紹介した指人形はこちらです。皆さん M78 ウルトラマンってご存知ですかね。あのウルトラマンガイアの劇場版と、同時上映になった映画に出てるようなデザインのウルトラマンなんですけれども、こちらがですね、10年ぐらいですかね前に、M78 ウルトラマンの公式ショップなんかで販売されておりまして、やっぱりイビズの中でもね、僕とチューンあたりは結構リフォルメキャラっていうのがすごい好きなんですね。で、M78 ウルトラマンは幼少期から、結構な人がそうだと思うんですけど、ランチョンマットとかなんかにね、プリントされたりして、結構身近なデザインで、これが指人形になるっていうのはもうやっぱり、指人形興味なかった当時の僕ですらやっぱりこれはもう血眼で買い漁されましたからね。これ買ったの小学生とかなんで、もうちょっといろいろボロボロだったりするんですけれども、かなりリフォルメをうまく立体化しているというか、そもそも M78 ウルトラマンってなかなか立体化もされていないので、かなりそういう意味でも貴重なんじゃないかなということでね。ちょっと怪獣はね、買ったんですけど、ちょっと他のところに展示しているということで、またおいおい紹介していければなという感じで、ちょっと奥の方にもね、初代ウルトラマン、これ出てるんですけど、これ関西支部の流派ではこういった、並べ方というか、ケースに入れて飾ったりするんですけどね。M78 ウルトラマンのデザイン自体もかなり独特で、やっぱりこういう並びにちょっと角の方に置いてもね、かなり目立ったりしてくれるんで、ちょっと重宝しているというか、僕自身このデザイン大好きなので、 M78 ウルトラマンが好きでこういうちょっと立体化物探してるっていう方には、リーズナブルですし、多分今はもう販売は終了していると思うんですけど、中古なんかでね、探していただければまだまだ安く見つかるかなというところなので、ぜひ皆さん探してみてください。それではね、また関西支部で面白い指人形があれば、また藤原くんの方に、動画など届けてね、皆さんの元に届けられたらなと思います。それではまたお会いしましょう。さようなら。